はい、どうも皆さん、こんにちは。ありがとうございます。というわけで本日もロックマン X 初代やっていきたいと思います。本日はこいつ。ストームイーグリード。さっさっさーん。とりあえずね、今日はこいつを倒して、なおかつ、アイテム回収ね、行きたいと思いまーす。マジか。こっちにね、エネルギーあります。こっちに飛ぶと、ライフアップ。マジかよ。基本ここはね、バーナー、ファイヤーでね、進んでったら、楽ですね。で、こっちには、サブタンク。こっちには、ワンアップ。ファイヤーでやって、カプセルと。ここでヘルメットをバープさせるパーツを与えよう。ヘッドアタックで特別な天井を壊して進むことができるじゃろう。へぇ。ちなみにこれね、足でも壊せますね。頭でやった方がなんか、いいね。なんか、全然違うリメイク版と、おいたた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 
ああ、これでボスのあれか。下行って。はい。おお。おお、壊れた。おお。ええー、全然違うね。早っ。ああ、早っ。こっちか。近い。オッケー。一瞬だったね。You get Storm Tornado. お。X、ついに死のなしを見せるぜ。とてつもなく大きな要塞だ。一筋縄ではいかないだろうが、俺たちの場合一気に決着をつける。やろうじゃ。やろうぜ。さあ、アイテム回収行きましょう。ちなみにね、ペンギーゴ倒した後にここ来ると、こういう感じでね、凍ってます、下が。こっちにライフアップがあります。こっちに行くと、はい、サブタンク。いやー、いけたー。
わあ、きつ。ここで X バスターをパップさせるパートさせてよ。アレーションとチャンスさせるよりキャラの攻撃力増やせる。だっちゃう。クイおーい、まあそんな感じ。続いて、マンドリラ。イーグリで倒した後はこういう感じになってますね。まあ、電気が通れなくなるんですよね、これ。そして、ここにあります。効果。おい、サブターン。やばい!さあ、ここね。よいしょ。よし!取れたー。これでいいかなー。ちょっと遠くから。もうちょっと。OK! これで全アイテム回収。